さて、ラクロワンヒーローズをクリアしましたので、こちらを本格的に続けていきたいと思います。ようやく変わるのは、まったくだ。ああ、そうだな。どこに移動しようか。俺たちは広い廊下を出て大川ロケを出た。俺は複雑な思いで大川ロケを出た。いや、なんでもない。おう、君よ。おう、そうだった。お茶を出してくれた子だったな。実は君は明日から、おう、そうだったのか。ああ、よろしく。ああ、分かった。俺はタバコに火をつけた。ま、話したところ灰のは礼儀正しそうだし、それほど気にすることでもないかもしれんな。陽子くんは彼女のことはどう思う？ま、確かにそうだな。まだ指示ポイントは正解していないの、ね、正解していないというか、さっきの分までで終わってますんで。眺めているだけで圧倒されそうになるほど立派な屋敷だ。高級住宅街の中にあっても その存在はひときわ目を引く。どこに移動しようか。事務所に戻るとするか。俺は事務所へと戻ることにした。俺と陽子くんは事務所前にようやく戻ってきた。そうだ、一旦馴染んでしまうとは時が経つのが早いな。いつ頃から、なんだろうか、事務所が移転するのかっていうやつあったっけかな。っていうか自分もでもやったことないんだけどな。バー霞はまだ開店していないだろうな。また夜にでも行くか。俺と陽子くんは疲れた体を引きずって事務所の中へと入った。事務所に戻って一息つくと、俺は急に疲れに押された。はあ、いや、大丈夫だ。陽子くんも疲れただろう。一息ついたらどうだ。俺はタバコに火をつけた。やれやれ、今日は疲れたな。もう休みたいところだ。そうも言ってられんか。陽子くんの方こそお疲れさん。ちなみにこれ実は間違いです。上司に対してはどっちだったかな。両方ともにお疲れさんっていうのは間違いです。しかしすまなかったわ。俺の仕様に付き合わせてしまった。あ、違うご苦労さんは下の方にいるんだ。つまり神宮寺が陽子の方に言うのに対してはお疲れさんではなくって、神宮寺が所長で陽子はまあ従業員という方なので、陽子の方にお疲れさんっていうのは間違いです。ご苦労さんっていうのが正しいです。そうか。しかし葬式は何度出ても疲れるな。できればいろんな意味で出たくないものだな。ああ、そうだな。俺はゆったりと椅子に腰掛け鉄人を思い出した。大学時代に友人で体は弱かったが頭は良くていいやつだった。そうかもしれないな。あいつはよく遊んだよ。俺だってあの頃は普通の大学生だよ。大学生の男がする遊びなんて貧乏学生だろうが金持ちだろうがそうは変わらないものだ。親が聞けば前を潜めるような遊びばかりさ。もっともその親は学生時代にはきっと同じような遊びをしていただろうが。
まあ夜中にレンタルビデオ店でエッチなビデオを借りに行ったりとか、そんな感じかな。うん、それは陽子くんから見ると俺はまだまだ子供っぽいということか。たちとは気が変わったからな、しばらく疎遠になってたのが不思議なぐらいだよ。いや、俺が海外に行ったりしたらいつの間にか。そうかもしれないな。だが俺はそんなんだったし、実家には関わる気などなかったが、あいつは一人息子だからな。あいつの性格からしても家を継がないわけにはいかなかったんだろうな。愚痴など言うやつではなかったが、将来のことはかなり悩んでいたようだった。まあそうだな。俺はその時アメリカだ、実家とも疎遠だったから知らなかったんだ。卒業してからは全く別々の道に進んでいたからな。そうだな、ゼミが一緒だったのか。いや違うな、もっと前か。俺はあやふやな記憶を必死に巻き戻し、鉄次と初めて会った時を思い出す。大学時代を思い出すなんて何年ぶりだろう。そうだ、同じ講義を聞いていたんだな。受講生が10人もいないような人気のない講義だったんだが、先生が面白くてね。俺も鉄次もその先生の話を聞くために毎週欠かさず出てたよ。そういうことだな。たまたまあいつが一回休んだとき、先週どんな話をしたんだって俺に聞いてきたんだ。それがきっかけで。こんな老けた大学生いるのか。あの時鉄次は講義を休んだのはおそらく病院に行っていたからだろうな。鉄次は当時から病弱だった。ひょっとしたらすでに病を患っていたのかもしれないな。あの頃の俺は鉄次が死んでしまうなど考えたこともなかった。考えていたからといって鉄次の死を止められたわけでもないのだが。ああ、なんでもない。俺は嫌な思いを振り払うように余計なことを考えるのだった。なんだ。ああ、そうだな、俺の書斎を使ってくれ。散らかってるかもしれんが、そこは我慢してくれ。ここであの神宮寺が覗きに行くようだったら、こりゃ探偵ゲームのハードボイルドじゃありません。俺はタバコに火をつけた。今日のやることを改めて考え直してみるか。佐藤亜紀、まずは彼女に会わなくては悲しいものだな。しかし自然からもらったと住所に亜紀が今も住んでいるという可能性は期待しない方がいいだろう。彼女を探すためにも他にも何か手がかりがあれば。陽子くんが呼んでるようだ。書斎で何かあったのかな。どこに移動しようか。ちなみにこのタバコ吸うシステム、まあ後々タバコシステムはまあ詰まった時にヒントを与えてくれるっていうぐらいなもので、対してまあ重要なコマンドではなくなりましたが、結構ここら辺とかでは話を進めるためのアイテムとして結構重宝しています。俺は書斎や足を踏み入れた。ここで間違えてロードを選ぶとまあ手や直しですからね。俺が書斎に入ると私服に着替えたせいか、元気を取り戻したように、元気を取り戻したように意欲に満ちた陽子くんだった。どうした陽子くん。ああ、もしかしたらあるかもしれない。当時のことを確実に記憶していて手がかりになるのかといえば何がいたのか。手がかりは、大学時代の写真だな。陽子くん、高校時代の写真で何をするつもりなんだ。手がかりにはならないと思うが、アキとは大学時代の友人なんだが。とにかく大学時代の写真を探そうか。んだ、陽子くんの当時に火がついてしまったようだな。
で、ちなみにさっきのでまた1ポイント増えますが、今回はちょっと振り分けはやめておきます。もう一人の方の振り分けをやった方がいいんで、全然ダメなんで。おお、もう少し写真はどこに置いたんだったな、置いたんだったか。ここには俺が今まで携わった調査の資料が置かれている。やだ、早速調査に取り掛かるとしようか。本が隙間なく並べられている。改めて言うとはかなりの冊数だな。一冊一冊調べるのはちょっと勘弁しておきたいところだ。とりあえずアルバムの類はここにはないようだ。いつものことながらファイルや本が散乱してる。ざっと見たところ秋の写真はないようだ。住所録や件などこそこそとしたものがボードには貼り出されている。秋の写真は見たところないが、なんだこのメモ書きは。 PRTN、 あれの字だな。いつこんなもの書いたんだったか。こういうのはあのオープニングであったパスワードっていうところで使いやすい。主に冬に活用する行動用のハンガーだ。今の時期にはあっても邪魔になるだけだが、いちいち片付けるのも面倒だ。このままでいいだろう。何度目を調べる。中にはペンケースや電卓などがごちゃまになっていられている。いかにも適当に突っ込んだという感じだが、入れた本人であるはずの俺がここに何があるんだかさっぱりわからん。ここにあるのは手紙の類だな。封筒をいちいち覗いていくのはまだ今の段階ではいいだろう。書類などが乱雑に詰め込まれている。写真はここから見た限りではないように見えるが、鍵がかかっているな。ここには何が入っていたんだろうな。と鍵は確かどこかに隠したと思ったんだが、肝心の隠し場所を忘れてしまったな。まいったな、この部屋にあることは確かだと思うんだが。ファイルや本が乱雑に並べられている。改めて見ると文面がろくにされていないが、アルバムの類はここにはないようだな。特に何も見つからなかった。俺は引き出しの中を引っかき回すようにして調べた。だが特には何も見つからなかった。今は諦めよう。仕事場に通じる道だ。今用があるのはこの部屋だけだ。そっちに行く必要はないだろう。いちいち片付けるのも面倒だ。このままでいいだろう。だんだんと自分が途方もない作業をしているような気分から出てきた。待てよ、これは、あ、そうだ、俺は確かここに引き出しの鍵を。やはりそうだ、これで間違いない。ずいぶんと長い間ここに放置していたからな。忘れるのも無理はないか。ま、隠した本人が忘れるというのはどうかという気がしなくてもないか。俺はさっき見つけた鍵を使って引き出し分けた。懐かしいものばかりだな。そういえばここには思い出の砂を置くようにしていたんだって。表彰もしかしたら。やはり大学時代のアルバムだ。となるとここに。あった、秋の写真だ。やれやれ、ようやく探し出せたな。しかし写真一枚探すのにこれだけかかるとは。やはり普段から整理整頓はしておくべきだな。自分もよくわかる。さて、目的を無事達成できたわけだが、どうするか。この写真があれば調査もスムーズに進みそうだ。やれやれ、ようこくは元気だな。すまない、今日はもう休ませず。日も暮れてきたし、調査は明日からだ。とりあえず仕事場に戻ろうか。まあそうだな。じゃあ俺は着替えてくらいいよ。あ、ありがとう。俺がふと窓を見ると、外は下に闇が広がってきた。
長く感じた今日もようやく終わりを告げるようだ。ほら、手早く着替えを済ませる事務所へと向かった。しかしこれ8時間も他の人プレイされてんだな。事務所へ戻ると、陽子くんがコーヒーを用意して俺を出迎えた。ありがとう。誰か来たようだな。俺、玄関に向かう陽子くんを横目に、疲れからくるため息を漏らしつつ、コーヒーを一口すすった。突然の甲高い声に、俺は思わずコーヒーをこぼしそうになった。俺は目の前で起きてるのがしばらく把握できなかった。彼女は確か大柄家であった春菜というメイドだ。それが陽子くんの青春を振り切り、動画のこと乱暴に事務所に入り込み、頭に響くような声で俺を呼んでいる。君は確か大柄家だ。忘れたわけではないんだが、本当に同一人物なのか。陽子くん驚きのあまり固まっている。屋敷で何があったのか。あいつは静江さんから何か。確か君は下からのはずだが。大丈夫だ。今日は調査は今日言った通り明日からだ。今日はせっかくだから帰ってくれ。しまった。これは調査とは関係ない。陽子君しまっておいてくれ。それは明日から調査するんだ。さっき言ったはずだ。あれなら何と言い訳しようか。どれがいいんかな。俺の私物にするか。この写真は俺の私物なんだ。アルナは陽子くんの言葉を悟ったようにおとなしくなった。さすが陽子くんだな。もう、ああまだダメか。もう遅いから今日は帰ってくれ。仕事があるだろう。調査の邪魔をするなら、いくら依頼者の頼みでも断れと。やれやれ。待て、女子とは何だ。そんな話は聞いてない。そんな勝手なことは。いや、細かいことではない。重要なことだ。まったく面倒なことになった。これまでも強引なやつはいたが、ここまで自分勝手なやつはいなかった。また逆か。今度は誰だ。すかさず玄関に向かった。おい、ジングレジか。入ってきたのは馴染みの刑事で、クマさんこと熊野さんだ。クマさんは自称 B1 刑事で、何十年もこの道を通じて現場にこだわっている。今の時珍しいような古いタイプの刑事で、俺の調査でもしばしば世話になることになる。また、クマさんから依頼が来ることもたびたびある。探偵と警察といえば、敬遠の中と思われるかもしれないが、持ちつ持たれつといったところだ。目立てコナンはまさにそれだけどな。おぉ、すまんね。来客中だったか。いや、これは客じゃない。元気な子じゃない。昼に一度来たんだよ。留守のようじゃったな。もう古い友人が亡くなってな。今日はその友人の葬式に行ってきたんだ。そりゃ大変だったな。しかし君の服姿は似合いそうにないな。まったくだ。前回にこの服姿を君と見たかったの。ほんで熊さん今日はどうしたんだ。昼にも署を抜け出してくるなんて珍しいじゃないか。署？警察署じゃ。おお、そうだも。この道20年の喫水の刑事じゃ。ああ、そうじゃの。それほど数え切れないぐらいじゃ。
映画のような華やかなものではないよ。そうやな。グーマさん、何か用があってきたんじゃないのか。うわ、そうじゃった。まったく、グーマさんまで春菜のレースも割れちまってるな。いや、ちょっと近くまで来たんでね、やってみただけだ。そっか。しかし、グーマさんも忙しいじゃないか。確かにそうだが、これ事務所が潰れてないか気になってるや。目はもらおうか。クマさんは椅子にどっかりと腰掛けくつろぎ始めた。わかったわかった、わしが来たもん。何だ、早く行ってくれ。おてかせてない。神宮寺か、君は知っとるかね。何をだ。ゆうちゃんだよ。ゆうちゃん、椅子おお、ようこそ。よっとしは若いのによく知っておるの。しかし石原裕次郎ではないんじゃ。石原裕次郎。おお、その通りね。おお、そうか、はるか君か。それで神宮寺君は知っておるのかね。初耳だな。それなんだ。えんじゃ、神宮寺君は知らんのか。探偵がそんなことでどうする。夜の新宿を入る。さすがじゃ、ようこも知っておったか。まあ、だが、二人とも素晴らしいのは、そういう機会、自分の時間が来たな。なんだか腹が立ってきた。神宮寺君も知っておろうわ。歌舞伎町を一歩離れると、この新宿にはまだまだ寂れた場所が多い。夜には街灯もなく人すらいない。あの廃墟当然の家だけ。思いっきりここら辺合ってますよ。もうあれ、そこら中歩いたらそんなもんばっかり。戦後の建物がそのまま残ってるような新山町家の。じゃあの話、新宿ですよね。境港じゃないですよね。大戸通りから一歩裏道に入れば、そんな場所はいくらでもある。そういう場所にはこの世のものではない者たちがいたとしても不思議ではなかろう。今度探検してみるから。なんかそういうの面白そうになってきた。彼らは時々その場所から這い出し、人混みへと紛れ込むのじゃ。隣を歩いている人が実は生身の人間ではなかったら、考えてみるがいい。神宮寺君、君はさっき隣にいた人の顔を思い出せるか。本当に顔はあったのか。その人はちゃんと足があったか。思い出せないじゃん。まあ、そういう隙間に彼らは入り込む。そして何かを求めてさまよう。ゆうちゃんはそんなやつなんだ。彼らの仲間だというんじゃ。白い服を着て何かを求めていつまでもさまよっておる。その子が何を求めているのかはわしらにはわからん。その目的が良いことなのか、それとも悪いことなのか、それすらもわからんのじゃ。そんな子供がたった一人でこの新宿のどこかをさまよっておる。一人とは限らない。ひょっとして他にも。わしらが気づかないだけで、彼らはそこにもここにもいるかもしれんのじゃ。まったく恐ろしいことじゃ。やれやれ、何を言い出すかと思えば、ホラー映画でもあるまいし。大方親とはぐれたほどじゃないのか。私もいいで少年かなんかじゃないかと思っとるんだが。目撃証言でもあるのか。いや、かなり曖昧でな。都市伝説の息を出てもな。アドバンスのソフト全盛期に都市伝説っていう言葉があったのか。まあ噂でしかないと思うんだが、あまり変な噂が広まっても困るだろうと思ってな。おや、待ってくれ。まさか、確か君は依頼がなくて暇だと言っておったな。ちょっと調べてみてくれんか。それは依頼か。いやいや、ことのついでにちょちょっと調べてくれるだけでいいんじゃよ。クマさん、何が狙いだ。なんじゃ、足を痛がっとるのか。クマさん明らかに動揺し、俺から目を覚ました。警察は。こんなバカげな噂だけで警察が動けるわけがないじゃろ。それで俺のところへ来たのか。いや、
探偵ならバカげな噂でも調べてくれると思ったわけじゃないぞ。だろうな。そういえばよ、ここ春田くん、他にその子供について何か知らないかね。クマさんはしきりに額の汗を拭い、目の前のコーヒーを一気に飲みました。幽霊の相手ら、調査のやりようがないんだが。え、そうじゃね。クマさんの様子がおかしい理由は、これは明らかに幽霊に怯えているな。クマさんの様子を見れば、まあまあな。クマさんと長い付き合いだからな、大体予想できる。クマさん、幽霊が怖いんだな。何を言うか。このわし、怖いものなどあるわけがなかろう。わしはただ、その子供が家出少年じゃないかと思って心配しとるんじゃよ。わかった、わかった。だが、こっちもやることがあるんだよな。暇というわけじゃないんだ。ああ、そうじゃったか。そりゃよかったな。そうかそうか。あ、じゃあ足はそろそろ置いとまするよ。気をつけてな。子供の幽霊に出くわすかもしれんぞ。いらんこと言うな、まったく。じゃあな。まったく。実際に会ったら腰を抜かすんじゃないのか。っていうか、見ただけでそんな幽霊だって分かる幽霊って存在してんのかな。待て、助手というのは本当なのか。しかし助手なら足りている。ザグ、何を根拠に。やれやれ、あんた屋敷にいた時とは別人だな。そんなことは言われなくても分かっている。頭の中は、俺はタバコに火をつけた。クマさんもこんな時に依頼をしてくるとは参ったな。しかも幽霊か。相当暇でない限り調べることはやめておこう。幽霊より怖いものはいくらでもある。そういう妖国はどうなんだい。なるほどな。暗闇に潜み、夜になると活発に行動するようになるのは幽霊だけではない。さまざまな危険がこの町のあちこちに潜んでいる。妖国も気をつけてくれよ。いや、聞いてない。これって面白いよな。勘弁してくれ。一回あれ話すのかと思った。事務所内ではどこか浮き足立ったような雰囲気が流れている。これも春馬の存在とクマさんのあの話のせいかな。妖国のそういうロマンチシズムにはクマさんだな。神宮寺君。なんだクマさん、忘れ物か。クマさん、いそこにいたって何がだ。ゆうちゃんだ、見たじゃん。じゃこの目で白い服を着た子供がわしの前を通り過ぎて消えたじゃん。まさか気にすぎて見間違ったんじゃないのか。神宮寺君、わしを疑うのか。いや、そういうつもりでは。本当なのか。本当だ。わしがこの目で見しかと見たんだぞ。見てしまったか。なのか。クマさん、どこで見たんだ。ここでレオンカードを抜けて署に戻る途中だ。のそうじゃ、神宮寺君、すぐ調べてきてくれ。ふと気づくと、クマさんと春菜の二人に迫られて断れない雰囲気になっていた。仕方ない、行ってみるか。
両国も久しぶりの調査ということもあった。やけに張り切ってる。どうしようか。さあ、両国はクマさんと留守番を頼む。それをこれから探すんだ。何か見つけたのか？何もないぞ。で、見てください、この親密度以外に。やれやれ。どうした？それはよかった。俺はタバコに火をつけた。クマさんの言葉を信じないわけではないが、もはやここには人影はないな。ましてや幽霊だ。もう少し探してみるか。暗闇が辺りを包み、沈黙だけが支配している。不気味な空間だが、白い影などは見つからない。言うまでもなく子供の姿もない。しかしクマさんが嘘を言ってるようには見えないし、特に見間違えるものもない。こんな状況でどう判断すればいいんだろうか。クマさん、幽霊を見たのか？判断はできないな。おい、ハルナ、今の段階ではクマさんが幽霊を見たか見ていないかの判断を下すことはできないぞ。ここにいても仕方がない。帰るか。帰るぞ。なぜそう思う？帰るぞ。な、その通りだ。じゃ、ここで解散しよう。ハルナはもう帰っていいぞ。俺たちが事務所に戻るのにクマさんが駆け寄ってきた。それらしきものは見つからなかったよ。本当にいたんだとしても、もうどこか行ったんじゃないか。また適当なことは。そうか、インディア人軍塾ユーちゃんについて調べてくれ。いいな、絶対じゃわしの命を救うと思って。クマさん、言いたいことを言うと君逃げるように帰っていった。さて、今日はもう仕事が終わりだ。ハルナ、君も帰ったらどうだ。そう言うとハルナはあっという間に去って、来る時も風のようだったが、去る時も風のようだ。風と共に去りぬってやつか。ようやく静かになったな。それにしてもクマさんの話、どうも信じがたい話だが、両国は幽霊がいると信じているのか。そうだな。じゃあさっきの1ポイントをまた春菜に。これ池田春菜からモチーフにしたんじゃないかって思う。クマさん、春菜もう帰ったな。あ、そうだな。あ、大丈夫だ。お疲れさん。ご苦労さんですけどね、本来ならば。俺はタバコに火をつけた。ようやく俺の一日も終わったようだ。しかし、静岡の依頼とクマさんの依頼、明日から忙しくなりそうだ。今日はゆっくり休もうとするか。俺も休もうとするか。今日はサザンだったな。友人の葬儀にクマさんの幽霊騒動。やれやれ、鉄次の母親からの依頼とクマさんからの依頼も立て続けに入った。陽子君の言った通り、明日から忙しくなりそうだ。俺は鉄次との思い出に浸る余裕もなく、浅くも深い眠りについていた。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。まあ正直これ結構なボリュームあります。ネットで見る限りの情報ですけど。それでは失礼します。